テロビアンコの芽かきをしていこうと思います。根元の部分はいらないのでどんどん取ります。かなり根元に芽が出てます。まだまだ出そうな勢いですね。これはまあちょっと取れないな。そして例によってもしかしたら趣味気を下げるかもしれないので、この裏にある芽は取っときます。ここから上はまた取ります。では左側からいきますか。この境目の部分まだちょっと取れないですね。あ、取れた。ここから先は芽の大きさが揃っているので、ちょっとこれはどっち使うか決めかねてるので残します。これはちっちゃい芽取っちゃおうかな。今のところピッテロビアンコはちょっと花芽があるかわからないですね。あ、ここに来て初めて芽飛びしてます。よいしょ。垂らしてあるんですけど、やはり先端は強いようなので、全部一旦かいてしまいます。うん、基本的にピッテロビアンコは芽の大きさがかなり揃ってますね。一節一節ちゃんと芽がついているので、フクガだけ取って、あとはちょっと様子見ます。向き的にこれいいか、先端は取っときます。はい、これで1回目の芽かきが終了です。ピッテロビアンコはやっぱり芽がちっちゃいんですよね。最初葉っぱも他のブドウに比べてちっちゃいんですけど、秋に入ってから急に元気になるんで、あまり気にせず今はどんどん取っていこうと思います。それでは今日はこのくらいで、またお会いしましょう。バイバイ。